本日の聖書の箇所は、ルカによる音書第2章1節から12節です。口語訳新約聖書の85ページになります。この聖書の箇所より、世界で初めてのクリスマスと題しまして、田中信夫牧師に説教をしていただきます。その頃、全世界の人口調査をせよとの直例が皇帝アウグストから出た。これはクレニオが シリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていったヨセフもダビデの家系でありまたその血統であったのでガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった それはすでに妙もになっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちてウイゴを産み布にくるんで貝馬桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。 すると、主の見使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。見使いは言った。恐れるな。身をべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日、ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。あなた方は、幼が布にくるまって、 受けの中に寝かしてあるのを見るであろうそれがあなた方に与えられるしるしである,ある例年にも増してクリスマスらしい真っ白な朝このようにして礼拝を迎えることができる恵みを心から感謝します今世界各地の私たちの神の家族とご一緒に今日を始めたの方もいらっしゃいますが もうひとたびクリスチャンの人にとってもまた今日お初めての方にとりましても人生で最初のクリスマス体験をあなたに備えられていることを心から感謝し主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンようこそおいでくださいました。ということで 私の尊敬する佐藤先生のお友達、えー、梅津さんお二人も本当にようこそおいでださいましたあのかつてお話したの覚えていらっしゃいますか東京駅の,の大きな三省堂の本屋さんでですね本を買っていましたら「田中信夫ですね」とこう聞かれるはいびっくりしましたねそして彼女がおっしゃったのは父がね 私のいつもメッセージを聞いて元気もらってるんだそういうことをお話したことを覚えていらっしゃるかもしれませんがお父さん渡辺さん3人の博士のように遠いところからですけれども今日は遠路ですね礼拝にご一緒またお初めての方も何人かいらっしゃるようですがでもこういう状況ですから多くの方々がネットやそういう状況の中でね まあ便利な時代になりましたね。今日はあの、お昼からはね、この間子供さんたちのための特別のプログラムをしたのをね、まあ、中島さんをはじめ、スタッフの人が大変ご苦労して、編集をなさって、子供クリスマス会のね、みんなの様子、そしてこの間も話しましたね、私の手品。まあ、ここだけでも、なんていうこと言いませんけども、 え今日お昼からね皆さんのところに配信されるそうですよ。まあ高速道路がね何日もねそれで謝罪しておられてまさかこんなふうになると思いませんでして。というふうに同じ雪が夜沢に降りましてこの会場の人はお分かりのようにお隣の駐車場がありますけどもね そこでね、私もやりましたよ。うん。そしたらどういうことが起きたか。電話をしていた教会員の、ね、ご奉仕に来てくださる方がね、私にわざわざ3階まで電話ください。いや、感動した、感動した。ね、いや、もう先生があんなふうにやってるの感動した、ね。そしてどうした。もうみんなにこう伝える。こう言うんですね。私の心境はい。 ずっとその方も毎週日曜日このようにお話をお聞きになったであろうのに一度たりとも感動した感動した今日のお話はみんなに言ってやるっていうふうに一番前のお嬢さんが喜んでいらっしゃいますけどそんなメッセージを今日はさせていただきたいもんだなそういう思いでいるわけですがクリスマス昨今はものも 食べ物も豊富ですから物や食べ物じゃなくて心に残るそういうクリスマスの贈り物がないものかとクリスマスならではのクリスマスというとサンタクロースはいでこの方がクリスマスを期してちょうどこのお書きになったこの時期ですね、えー、特別のほのぼのとした実際にあったお話を お書きになったものの抜粋を皆様にプレゼントしたいと思います。でこの方はねその世界特にその業界においてはまあ雲の上の人というか河合駿という先生ですが日本にですね心の世界を素晴らしいもの一世を風靡してもうすでに手にいかれましたけれども特に工場協会のことをおもんばかり えー、私たちの働きをとってもね、あの、おもんばかってくださった河合うという先生ですが、この先生がサンタクロースというね、お気になった方もお笑いるかもしれませんけれども、なんか心温まる。そんな皆さんにプレゼントを先生お借りしてしたいと思います。お読みしますよ。あなたの家にはサンタクロースが ますか私がワイ先生ですね私が子供のだった頃子供であった頃我が家にはサンタクロースが来ました12月24日の夜贈り物が届けられることになっていましたしかもそれは24日の夜子供たちが眠っているうちに家の中のどこかに隠されていて25日の朝暗いうちから起きて 兄弟一同で贈り物を探すことになっていた兄弟って6人ですからね先生のとこねはい子どもたちにとってこれほど不思議でまた楽しいことはない私は朝暗いうちに起きることなどめったにないが今でももう大人になってですね今でも所要で早く起きねばならぬ時服を着ながらふとあのあの時のことをサンタクロースの出来事を思い出すほど その印象は強烈に自分の心に残っている。朝早く起きて兄弟で探すのですが、興奮しているのでなかなか見つからない。サンタクロースは賢いので、年々全く思いがけないところに隠しているのである。兄弟への贈り物が次々と見つかって皆興奮している最中に、自分だけがなかなか出てこなかった時のあの心遅かったこと。 またそれだけに発見した時の喜びがこみ上げてきた。今も,もなお強烈に心に残っている。我が家の家屋の構造上、煙突からはどうしても入ってこれないことが分かって、しきりと問題になった時、父親は、あ、うちわな、ここから入ってくると、玄関の上の小さなひし,ひし形の 飾り窓を挿して教えてくれた。そこで24日の夜、兄たちが密かに細い糸を張っておいたが、25日の朝、それは見事にちぎられていた。サンタクロースが通ったのだ。もっとすごいことがあった。小学校5年生の兄が徹夜してサンタクロースを捕まえると言い出したのである。 私は小さかったので、そんなことをすると贈り物がもらえなくなるではと大変心配であったが、なんと父親が、あ、それは大賛成と父親が協力を申し出たのです。24日の夜、父と兄は徹夜をしようと頑張ったが、兄はついとろとろ眠ってしまい、父親もお父さんもつい一緒になって眠ってしまった。 ああ、惜しいことをしたというしばらくの間、サンタクロースはすかさずすべての贈り物を隠して去っていったのである。これには非常に驚嘆してしまったが、この話はサンタクロースの素晴らしさを示すものとして、河井家の伝説のように、その後も何度も何度も語られ続けられている。 このサンタクロースの出来事、我々6人兄弟、ね、6人兄弟が、今はみんな大人になったわけですね。家庭を持つようになって、それぞれの家に継承された。そして、家ごとに楽しい物語が生み出す原動力になっている。おそらくその子供、子供と世代に継承されていくのだろうか。私の子供たちが大きくなって、 のですね、子供たちが大きくなってどうしてサンタクロースの存在を僕たち長い間信じていたんだろうなあ俺大人になって分かってきてるからねそういうふうに言ってみんなでなんでサンタクロースなんで信じてたんだろうってみんなで議論になったそうだと話し合ってるのを聞いたそして結論やっ やっぱり信じたかったからよ。ね、だよな。それは信じたかった。そうだと。そうあってほしいという、その、それがね、この物語をいつまでも心に残るものにしたんだと、それが可愛家の子供たちの結論であったそうだ。うん、どうですクリスマスの本当の意味を知る。 そしてそれが皆さんの心の中にしっかりと落ち、それがあなただけじゃなくしてあなたを通して周りの人々にも先ほどのように感動した、これみんなに伝えなくちゃというね、そういう感動が皆さんのうちに今画面を見ながらあなたのうちに彷彿と泉のように湧いておられることはなんと素晴らしいことではないでしょうか。今日のクリスマスの出来事は 世界で初めてのクリスマスが、いや、何年も同じようであったとしても、今日は特別の、ね、初めてのあなたの出来事。そのために、先ほど読んでいただきました、最初のクリスマスの出来事の、それはこうでしたね。もう、イエス・キリストの来る前、長い歴史の中で、人生に大変な、 方向転換を起きる素晴らしい神様からの贈り物がクリスマスであることが予言されていたようにそしてその日にはどんなことが起きるかということがかねてから言われていたその通りにあのベツレヘムにそしてあの馬小屋にイエス・キリストはあなたの人生を完全完璧なものとするために生まれてくださったその時の最初の そのクリスマスを迎えた人たちは、当時の学者であったり、そして王様貴族であるのではなく、なんとね、この夜通し羊飼いそして野営をする人たち、その人たちが最初のクリスマスを祝ったという出来事が今日の箇所なわけだ。ちょうどこの時代、コロナの時代の人々と、 その当時の最初のクリスマスを祝った羊いとがパッチリと重なるのをあなたもすでにお気づきだろうと思います。すなわち、そうですね。今コロナで人々が不安になる。そして、こう、それでなくても寂しさいっぱいなこの時代にあって、で、最も楽しいのはただ夜だけじゃなくて、共に会食をするということが、なのにね、 会食はしてはならない。うん。そして、えー、何人以上はならないという人数を超えた総理大臣をはじめとした人たちは特例ではないかということで、いや、とんでもないなんていうことがニュースになってるぐらいですが、何を言いたいかというと、そのようにして、それでなくても孤独のこの時代に、このコロナをもたらしたものは、本当にこう、寂しさというかな。コミュニケーションが、うん、逆にこう、遠のかれるような、 それはちょうどその当時の羊飼いたちが、こう寒さに凍えながら、しかもこのあえて夜という言葉の表現の中に、この、この時代の人々がまさに夜を迎え、その当時の人々が寒さの中に夜を迎え、羊飼い。本当に貧しい。特にそれはあらゆる面において、 でも、この昨今はですね、物も何も豊かだと言いながらも、経済的に本当にどうしてもいいかというような、具体的に見える形で、もう財布が風を引く、なおというばかりでなくして、そういう極限に、先ほどもお電話しましたが、その人はですね、非常に有能な人で、そしていつもこのテープを聞いてくださる方が祈ってほしいというその電話の内容は、 彼女は添乗員として、もう人気添乗員。そして、その人の場合にも急いで囲まれ、連れてもらえない。ですから、そのような中で、えー、よりね、裕福な給料をいただいていた。でも、派遣社員のために、スパッと切れて何の保証もない。この先どういうふうになるかわからない。もういよいよ、貯金も底をついて、どうしていいかわからない。 先生、どうしたらいいでしょう皆さんはそういう人にどんな、え、ぬくもりある言葉を持ってお答えになりますか孤独の中で、そして貧しさと、そして何よりも、羊飼いたちは何の保証もない。そうですよね。そして、この先、自分たちはどういうことになるだろうかこのコロナの後、どういう時代がやってくるんだろうか ワクチンができるそうだけど、その先は、え、ね、え、ワクチンはこの度のができても、次の感染症が起きたら、様々なことを思うときに、未来に対する不安。コロナかの人々と、当時の人々、全く重なり合う、そのただ中に、クリスマスという出来事が起きたんですよ。そして、メッセージは、恐れるな。 大丈夫だよ。すべてのことを愛働き的となるよ。ああなったらこうなったらでない。そのままあなたが素晴らしいよ。人々が聞いた羊飼いたちがそしてあなたに送られるメッセージは、恐れることはない。不安で行き先わからない。でも大丈夫だ。というのがクリスマスのメッセージだ。ここにこう書いてますね。 大きな喜びをあなたがに伝える。喜びに大きい小さいがあるんですかそういうふうに質問なさった方がおられますけれど、この大きな喜びという意味のは、こういう意味です。完全な喜び。完全っていうことは、みんな各々の宿題は違うけど、すべての人が、このメッセージによって安心をし、 そしてエネルギーをもらい、未来に対する不安の壁を打ち破って、いやー今までとは違ったまた、全く新しい人生の始まり。これがあなたが今日迎える、あなたが今まで感じたこともないクリスマスのメッセージを、あの2000年前感じた羊飼いとともに、すべての人というのは、あなたが入っているわけですよ。で、それを、 ひっくり返してみると、すべての人のためにというか、あなただけの素晴らしいメッセージをクリスマスはあなたに備えた大きな喜び。それは、あなたにだけフィットする完全ななるほど。クリスマスの前まではどういう人生であったか。そのような大きな喜びというか、幸せというか、満足を得るために、それ頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。 それを聖書の言葉では立法の義と言いますけれどあなたが頑張ってこのスタートから夢に向かって頑張るぞこれがイエス・キリストが来る前の時代の人生観でしたいつも基本は自分でありそして一生懸命前に向かってどのぐらいできたかが自分の生きがいであったわけですでもそれというのはどこまで行ってもどこまで行っても 到達すると、もっと便利に、もっと早く、もっと楽しくの世界ですから、どこまで行っても、ああ、いいな罰や三角、でも絶対にこれでいいっていう丸までは行き届かないわけだ。つまりその通りですね。イエス・キリストが持ってきたメッセージの前は、あなたが 頑張って、そして達成するという世界ですから。ところが、イエス・キリストはあなたが頑張らなくても、ね、あなたが頑張って、なるほどという人生は疲れ果てるよ。疲れ果てた人、私のもとに来なさい。さあ、これが答えですよ。つまり、頑張ってという人間が中心、あなたが中心になると、 どういうことになるかというと、互いにハーモニーしたり、互いに全体の丸の中で、私はその中のどこに位置するかという、そういう考えは生まれない。ただひたすら自分のように相手もなってもらいたい。相手も逆にそう思いますからね。全体などとは見えないわけだ。わかりですかこれがイエス・キリストの車いですよ。 ちょうど何度も聞くように、目のご不自由の人が、像とは何かというあの話でしたね。はい。この像の中にアフリカ像、牙がありますね。牙をこう触った人は、鬼滅の刃、知ったかどうかわからないですけど、像とはね、鬼滅の刃である。なるほど。そして、 鼻を押さえた人はホースのようなものであり、尻尾を押さえた人はロープのようなものであり、お腹、壁のようなものであり、柱のようなものであり、メんンな点でバラバラ。ね。ですから自分の方から、こう、いや、お前の言ってるおかしい。そんなはずがない。つまり、イエス・キリストの来る前は、いいですかあなたの頑張り。 それで、出来高性で人生を築くという考えでした。それっていうのは分かりやすいし、でもそれは、互いに愛し合って、互いの違いを全体から、ああ、像というのは全体はこうで、あ、あなたは尻尾なわけね。あ、あなたは鼻なんだ。あ、あなたは牙か。ということで、 全く違うのに、それを互いに受け入れ合い、互いに尊敬し合い、すなわち愛する、たっ飛び合うという世界が生まれたわけだ。クリスマスの出来事というのは、人間のそのような、つまり人間が物差し、人間を頑張って幸せを作る、人間がスタートになって、 でゴールに向かうイエス・キリストはあなたが幸せ神を作るんじゃないんだよ。神があなたを作ってくださったんだよ。で神という方は人となったイエス・キリストであり。イエス・キリストは頑張って頑張って。ってって互いに競争を、その先は戦争に別れを告げて、そのようにして生きる人生でない。 全く新しい、すなわち、頑張り人生が、つまり立法がダメって言うんじゃないんですよ。それを完成させるメッセージが、クリスマスのメッセージ。イエス・キリストはこの地上に来られて、そしてこの人間が積み上げる大丈夫、それで互いに競い、争うのではなく、ね、すべての人が神の作品として作られ、ね、 あなたがどういうことを感じ、どういう一部分であろうと、それは全体の一部であって、争う、競争する必要ないんだよ。あなたは神の作品であり、あなた自身がどう思い、どういう経験をしていようと、それは神様の計画の中のあなたの出来事であり、その出来事の向こう側に幸せがあるんじゃなくて、 幸せが最初にあるんですよ。これが新しい教え。イエス・キリストは頑張り人生に分かりを告げて頑張らないでいいって意味じゃないですよ。すなわち、ああ、そうか。生きてるんだと思ったけど生かされてるのか。頑張る必要はないんだ。大丈夫。というメッセージを聞きながら自分の位置を知って、あ、自分は 尻尾だから尻尾やればいいんだ。あ、そうか、耳、耳、耳をやればいいんだ。とお互いに、これがクリスマス、イエス・キリストによってもたらされた新しい生き方、考え方。このことがわかると、皆さん、どんな人生にはね、神がいる、幸せはあると言っても、 なんで私のところにこういうことになったんだみんな経験する。なんで私だけ癌であと半年なのなんで私のところはね、もう返せないほどの借金なのみんな状況違うよ。でももしあなたが、その自分の現場から、え、未来を描こうとすると、どこまで行っても、 あなたのサイズから逃げることができない。だって、尻尾が像だと思ってるから。つまり、あなたが自分の心が三角であれば、すべて三角の窓から見るから、すべて三角になってあなたのところに入るわけだ。わかりですかでも、そうか。 確かな喜びというのは、私に、私の問題に答えてくださる。私の問題に答えるというのは、私の思う通りになるんじゃなくして、私はこうなったらいいと思うけど、それを包み込んで、なおかつ、つまり、牙も、耳も、尻尾も、足も、みんな生かされて、あ、そういう人生があるんだ。 イエス・キリストは、そのことを完結するために、ね、今までの人間の瓦力、努力、頑張り、ね、そして人間が一番、キリスト教ではこれを人間の罪と言いますが、つまり幸せにできない、この根源。そこから逃げることができない。でもそれを私のもとに持ってらっしゃい。ね、さあ、その心の頑張りに別れを告げて、そうか、大丈夫。 私が神じゃなくして、私を、人生を与えてくださった方か、確かな方か、っていうことが、精霊様によって、神様によって分かるとね、どんな人生も、むしろ、これには答えがない、という、谷が深ければ深いほど、なるほど人生。罰の人生ではない。 その先の少し三角でもないまん丸な人生。これがクリスマスの出来事ですよ。アメリカはイギリスからのね、移民によってできましたから、東海岸は当然ですけど歴史的にね、そして西へ西へと向かっていったアメリカ大陸ですよ。ですからアメリカの東海岸では、 プリンストンとかハーバードとかね、世界トップクラスの大学があるのは皆さんもご承知の通りです。ところが、西海岸で今はね、IT の時代、シリコンバレーや皆さんそういうお話はご存知だろうと思いますが、そこにスタンフォード大学という、この全世界のね、トップレベルの大学があります。 で、ご承知のように、この大学というそういう今の歴史を見ますと、ものすごい財を成した、そしてこうね、年配の方々、そういう長老格の人たちがですね、この還元するために、その名前を冠した、ね、この大学を。で、スタンフォード大学というのはご承知のように、 その創設者のと言いますかね、名前がついてるわけですが、正式に言いますと、リーランド・スタンフォード・ジュニア大学と言います。何ですか、そのジュニア。このスタンフォードご夫妻に一人っ子がいました。もう、まさにもう宝物と言って、まあね、二人でも同じかもしれないことのほかね、そのね、 子供がね、若くして亡くなった。熱心な神を信頼し、あなたを本物の喜びを与える、あなたを祝福すると言って、ね、なんでね、うちの子供がね、先に天国に行かなくちゃならないのか。ご夫妻は大変悩み苦しまれた。 でもとあるクリスマス。神が最善をなすというのは、あなたの思い通りになる。神はあなたの召使いではなく、あなたの思い通りを超えてはるかにしのいだ神様には、で、ね、世界をあなたに用意してるんだよ。大いなる喜びというのは、一人一人みんな宿題は違うけれど、その宿題に、 完全にマッチするね。その答えを備えておられるということをご夫妻が知ったときに、わかりました神様。そして何をした自分の息子の名前を冠した大学を建てた。奥さんはジェーンさんと言いますけれども、その最初の建てた大学の創立記念日に、 その話をしました。そして彼女はこう言った。私一人の息子のため生きてきましたけれども、カルフォーニアの全部の子供が私の子供です。どうか富や名誉に生きるのではなく、頑張って自分をスタートにしてゴールに向かう人生ではなく、ゴールから 自分を捉えていく、そのような人生を歩んでほしいと、感極まってね、これを全部読み上げることができなかったとっいう歴史的な背景がありますが。でもそれゆえに、この間、そこの学生を普通16年なんていうのしないんですけど、16年間ね、なさった学長さんがおられますが、それはそのようなスピリットに本当に心を燃えてね、 そして世界屈指の大学をできた背景にはそういうことがあるんだな皆さんの人生でもなんでこんなことになんでこういうふうにいや、私はないんだけど、お友達がそういうふうに相談来られると、どういうふうに言ってあげていいかわからない。そういうご経験もあるのではないでしょうか。でもあなたが、 そうか。私を起点として、夢に向かうのではなく、神様はすべてのこと、愛働きて生きる。あなたにはあなたの問題があるでしょ。それは隣の解決方法ではない。あなたならではの解決方法がある。神奈川の方ですが、神奈川から福岡に向けて、 自分の息子さんのお見舞いに行っていた。お見舞いに行くのはもう本当に楽しかったそうです。私は神を信じ、息子は必ず癒される。ですから疲れないですか。あなたの体のことが心配ですと言われても全然疲れない。神様は必ず癒してくださる。ところがその息子さんが亡くなって、 そしてねどっと疲れが出たそうだ。でも神様あなたが生きてるなら何なでこういうことするんですか後藤さんという方ですが徹夜して断食して祈ったそうですよ。で教えられた。あのねただ中にあってもあなたはねやがて癒される。 大丈夫。というね、現場を見るんじゃなくて、ツ、途中の三角じゃなくて丸を見ながら、その生き方もうやめたのと、神様の声が聞こえたって。え人間は永遠に生きることできないよ。不本意でさまざまな状況の中で、え でも、どんな状況の中にあっても、あなたならではの神様のメッセージが託されているんだよ。神様どういう私にメッセージでしょうか。私はクリスチャンとして、息子もクリスチャンでした。で、息子も癒されると信じ、私もそうなのに。でもだんだん彼女は精霊様にね、 どこ見てるんだね。あなたの延長上に神様のメッセージがあるんじゃないんだよ。神様のメッセージを通して、大丈夫を通して自分を見るんだよ。自分の方から幸せを見るんだと、幸せが歪むけれど、向こう側からこっちだよ。後藤さん言いました。 この間夢を見ましたよね、ええ、息子が天国で「お母さん何悲しんでるんだい?」。僕は今平安の中にあって、ええ、人生が何かということをもう一回僕にもお母さんにも語ってくれた神様の言葉を聞いて「この喜びを誰かに伝えたい」。みんななに言ってあげなくちゃ お母さん頼みますよ。よって目を覚まして。そっから人生がね。つまりどういうことかって言うとこういうことです。今まではね。どんな時も大丈夫。一元に生きる。そのままのあなたが素晴らしい。まあ、いろんな形でね。真理を言うわけですけど、バンクーバーの私たちのね。仲間をこう言った。 先生は手を変え、品を変え。この、この言葉はちょっと気に食わんですけどね。手を変え、品を変えね。要するに、真理をね、私たちに。もう、そのままのあなたっていうとだんだん飽きてくるしね。一元って言ってもだんだんね、最初のうちはいいけれど、だんだんこう色あせる。で、今日はですね、FM 人生という新しい言葉でね、皆様に。 お伝えしますよ。何ですかその FM 人生。ラジオですかラジオじゃない。FM 人生というのは、人生っていうのを FM なんだよ。何ですか ?FM フルムーン。フルムーン。FM。つまり、私たちはね、三日月を見ると、ああ三日月だ。あ、半分だ、今日は。ねえ。 時に、ね、新月あらなくなったと私たちは言うけれど皆さん三日月は存在しないんですよ半月存在しないんですよえあの三日月だけ存在あそこになんだかん,んだか坊やがあそこに腰掛けて釣り通されてる あんなのあいや、かあれはね、あの部分だけないんです。全部フルムーンなんで。フルムーンの半分、三日月だけを見ると、はあ寂しいな早く丸になりたい。なる必要ないんです。もともとまん丸だから。 あるかるな頑張って頑張って頑張っての方がやりやすいしその方が生きがいを感じます。だって進捗条項がわかるから。ねでも人生はあなたからスタート。スタートからゴールじゃなくてゴールからここを見るんだよ。像という全体から部分を見ると すべての部分に意味と価値があって、互いに尊敬し合うことができるんだよ。このところですね。うーん。古む三日月は存在しない。わかる。でも、やっぱり、そうですね。頑張って、頑張って。つまり、 本物じゃなくて、本物、まがい。偽物を本物として、どうしてその頭でわかるのに、すっとその世界に行き難いかというと、三つある。一つ。それはね、長年、要するに本物の喜びは、こんなお酒じゃないんだ。ギャンブルじゃないんだ。え、ね、もう、うん、そうじゃないんだってわかるけれど、長年ね、 一時の喜びを代替品で長い間やってくると、聞いてまん丸と言われても、スッとね、これが大変だね。なんでかというと、本物の方が本当は楽なはずなのに、偽物の方に生きてると、偽物の方が楽しんだもの。私なんか美味しいものでも本物、マがいしか食べてないからね。 時に皆さんが本物くださると、なぜ美味しいのかわからないというね。これはどうでもいい話。はい。ほら、よく言うでしょ田中先生、はい。前かがみだよ。こう言われる。前かがみね。極端にしますね。前かがみそうすると、じゃあ、まっすぐってどういうのって言うとね、私はキューッと立ててくれる。要するに、キューッと立てると、 私にとっては、キュッとね、踏んずり返ってるように感じて、正しい位置の方が疲れんの。そして前鏡の方が楽なの。だからだん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 だね、やがてこうやって雪かきするのを皆さんが、なんなこんないかどうしてそうなんだけどそういかないかっていうと、どうしてもね、偽物を本物として生きると、本物が本物にね、 こう感じないっていうけども、行きたくないんだな二番目。でも、なんとかその、まんまる人生を生きて、すべてのことを宝に変え、自分がその感動を周りにあげようと思っても、そう行くと必ずね、それに反対するね、勢力、エネルギー、これが起きるのよ。クリスチャンはサタンと言いますけどね、 皆さんがぼーっとしてると、サタンも、あ大丈夫だ。ほっとけばいい。よしまんまる人生だこれがクリスマスの新しい教えだとなると、そのマイナスのエネルギーが、時々ね、人も言う、そんなことしたらダメだ、ダメだ、ダメだ、な、な。見える人がそのように、あなたをとどめる人もいるかもしれない。うん。つまりマイナス、つまりサタンが働く。 でも神様どうぞこのサタンマイナスのエネルギーに打ち勝う力をください。そうしてくださったことを信じて感謝しますとチャレンジする。三つあるって言いましたけど、三つ目はね、そういうふうに思うんだよね。思うんだけど、思う、思うの度合いがね、よしと思って、三キロならね、三キロを持ち上げるんじゃなくて、五キロを持ち上げるつもりだとグッと上がるんだけど、三キロを持つのにね、 2.5キロぐらいであるから、やっぱり重く感じる。つまり、決断。もともと一番、二番のね、ほら、マイナス要因があるのに、この3番、なかなかこうやってみるんだけど、どうせやってもダメかな。この間もあるか社長さんがですね、社長やっぱりね、何のために方向性、 ね、儲け、分かりました。でも、何のために儲けるのかっていうことを、こう、しっかりね、こう、しっかりお持ちになって、それを社員にみんなにね、お伝えした方がいいと思いますよ。儲けろ儲けろうん。それはね、結果、そうかもしれない。何のためにそして、なあ、どこに言ったらいいかね。他の会社調べたらね、世のため、人のためっていうふうにあるから、うちもね、それを打ち立てようおお、いいですね 世のため人のため。ねみんなに言った。でもみんなピンとこないらしい。なんででしょうかと聞いたらね。わかんない。だって社長、あなたが本当に世のため人のため、あなたが思ってますか思ってない。そういうやってる暇がないって。だからあなたがそうであれば。なんて言ったんですけど。皆さん何を言いたい ?3 番目ね。人生は、クリスマスは、これにて完了。 もろもろのね、三日月不安、半月不安、新月の不安に別れを告げて、神の作品として、もろもろの障害を取り除いて、それを罪とがと言いますけど、全部イエス・キリストがそれを支払って完成して、まん丸だよこのメッセージをね、生きる、このメッセージを通して、あなたの人生を捉え直すと、あれ 今まで違った人生だ佐々木さんという方がおられますがさまざまな状況の中で私もね牧師をさせていただいて46年目になりましたこの間聞いたら42歳ですか言った人誰もいませんでしたけどいろんな方がこの本物 昨日もね、ある社長さんご夫妻が話しておられて、多くの人々、で、最近は、少し落ち着いてきた。どうしていいねもうあなた何やってんのかやんなさいっていうことを昔は言ってたけど、待つことができるようになった。心にしみましたね。待つことができるようになったっていうことはね、自分の思い、でもそれをこしろって言わないで、待つということは、ほら言ったでしょ旧約の時代は、 自分が物差し自分が発信だったんでしょところが自分じゃなくて相手発信相手を大切にするそれを具体的に待つというねそれが自分にできるようになってきてストレスが前のようとは違うご自分が体験し勝ち取ったものだけにとっても心に響きました皆さんがさまざまな状況の中で お隣の人はどうでもいい。あなたご自身が FM 人生フルムーン。神様はフルムーンであり。時々私たちは三日月を見て、新月を見て、半月を見て、ね。見うるところによらないで、信仰によって歩いなさいと聖書にあるように。そうなんですね。そうか。いろいろあったし、あるし、これからもあっても、神様は最善で、 フルムーンなんだ。それを通してあなたを見ていく。先ほど言ったかかの方ですけども、二人のお孫さんがいらっしゃいました。そのお孫さんはですね、その自分の息子さん、そして、えー、お嫁さん。ところが、なかなかですね、状況が。この取り残された二人の孫。どうも、この非常にこう、 感覚が鋭くてですねこう学校に行ってもこう寂しがりいじめられているいじめもきついねそのこう太郎くんと太郎太郎ほら泣く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 く泣泣いていないのにねそうやっていじめるそれを聞いたおばあちゃんとしてはね何としたもんだろうか行ったら学校に言ったらいいもんであろうか行政に言ったらでも自分のね 子供でなく、自分のね、一見してもいけないし、どうしたらいいもんであろうか。皆さん、そういう方がおられたら何と言いますかそして、この現場の話を、こうね、あなたもその悲しみに引きずり込まれるように、でも、その方があるとき、後藤さんは考えた。私はどこを見ているんだろう。この、 孫がやがてどうなるかは私にはわからない。総理大臣になるのか、博士になるのか、はたまた、ああ、そういえば、私たちの教会の仲間の大塚さんという人が、二人の息子が薬物依存でどうにもならなくなった。でも立派に息子さんがなった話を思い出して、あれは何だっけと思ったら、そうか。現場を見るんじゃなくして、 現場が三日月であろうと、見えなくなる新月であろうと、神様は、私が作った孫ではなく、孫を作られた神様が、いろんなことを通して、二人の孫に最善をなしてください。そうしたらね、もちろんできることはするんですけど、何を聞いても心配しなくなった。ただひたすら言ったのは、 大丈夫だよ。ばあちゃんこうだった。つ、う、ら、ん、いね。でも大丈夫だよ。あなたは神の作品、神の子供なんだよ。でも残念なことにお二人の息子さんはおのおの一人は心の病気に、一人は刑務所に行くことになった。おばあちゃんはもう天に召されていました。 かつて子供の時におばあちゃんに言われた大丈夫なんだよ。神様はね、最善、それしかしない方なんだよ。どんな状況の中にあっても、三日月でも三日月は存在しない。それは全体の中の一部分見てるだけだよ。三日月や悲しみが見えたら、本体である 神様が大丈夫を、まん丸を見てね。もう、いっぱい言われていたけど、すっかり身についていなかったけれど、やがて自分が心を病み、そして刑務所に入った時に、ふっとおばあちゃんの言葉を思い起こした。ねえ、あのお猿さんがね、ごひのお猿がね、おい、大変だ大変だ見ろ見ろ井戸の中にお月さん落ちてるぞ っつってね手をつないでね井戸のお月様拾いに行ったけどね拾えなかったそうだでもうごきの猿はねこういうメッセージを聞いてたらしいよ「まん丸の隙は僕たちの心の中にある」いいね猿でも考えるんだよこのおばあちゃんの言葉を聞いて刑務所に入った彼は その前にこの心病んだ人が癒されていくんですけどね、刑務所から見える水もに映った、泥水に打った月の影を見ておばあちゃんの言葉をふっと思い起こした。ああ、僕は人生終わりだと思ったけど、新月はない。どんな人にも神様は大丈夫を備えている。おばあちゃんが試練が宝って言ったけど、 ここまで来たのは、これから幸せになるためだ。皆さん、そのお二人のお孫さんは、おばあちゃんがずっと亡くなって天国に行って、年月が経った後でしたけれど、おばあちゃんの残してくれた、どんな時も大丈夫。人生は FM なんだよ。フルムーンなんだよ。 その言葉が、し、信仰は死んでもなお生きていて語るという言葉が、この後藤さんのお孫さんの中に成就したのです。そして次はあなたです。お祈りしましょう。